はい、皆さんこんにちは国立がん研究センター東病院八階病棟副看護師長が化学療法認定看護師の山下優子です抗がん体治療をすると決めたときまず患者さんから心配だと言われるのが吐き気と脱毛に関してです今日はそのうち脱毛に関して皆さんにお手伝いできることがあると思いますのでお話ししたいと思います まずはじめにウィッグを買わなくてはならないのかというご質問です。時々抗がん剤と聞くとカツラが必ず必要だと思って病院の帰り道に買ってしまったというお話を聞きます。でも実はそれほど抜ける治療ではなかったという話もあります。また抜ける治療ことが多い治療でも本当にウィッグを使うか防止でいいかどうかはその人の生活によります。 ただ、帽子ではちょっと生きにくいなと思う場があるとき、ウィッグを持っているのと持っていないのでは出かける気持ちが変わってきます。今は分子標的薬や免疫チェックポイント薬、有名なところではオプジーボやキートルーダなど新しい薬がどんどん出ています。これらの薬は今までの抗がん剤と作用が全く違うため、脱毛が起こらないのがほとんどです。 そう聞くと、では新しい治療の方がいいと考える人もいると思います。ですが、初めて抗がん剤をする場合、まずは抗がん剤を治癒させる、小さくするということが目的となります。そうなると、広く多くの人に効く可能性のある一般的な抗がん剤での治療となることがほとんどです。ただ、その抗がん剤も薬によって抜ける程度は様々で、 治療期間も癌によって違ってきます。なので、抗がん剤を始めますよと言われても、どの方も髪が抜けるとは限りません。ただ、抜ける抜けないは人によるのではなく薬によって違うということがポイントです。また、いろいろな治療が進んできていますが、抗がん剤による脱毛を防ぐ方法は未だはっきりとしたものはありません。次に、脱毛の時期と髪が生えてくる時期についてです。 抗がん剤は癌だけではなく普通の細胞も攻撃します。特に影響が多いのが癌細胞と同じように細胞分裂が早い細胞です。人間の体で細胞分裂が早いところはどこか想像がつくでしょうかヒントは毎日入れ替わる、伸びるものです。まずや口や胃なのど消化管粘膜、 これが抗がん剤の影響を強く受けますので、口内炎が吐き気が出るのがこのためです。次に血液。これも毎日少しずつ入れ替わるものですので、これも抗がん剤の影響を受けて、貧血や抵抗力が落ちる原因となります。そして最後に髪の毛。これも毎日少しずつ生え替わるものですよね。なので、抗がん剤の影響を受けて抜けます。 そして治療を開始して大体2、3週間後、これぐらいに抗がん剤の影響が出始めますので、脱毛,毛が始まります。この時にチクチクとしたを伴うことが多いと言われています。で抜けるのが2、3週間後ですので、その前に髪の毛をカットしたり、ウィッグを準備すると良いと思います。そして治療期間は人によっては異なりますが、治療期間も抜けては生えて、抜けては生えてということを繰り返します。 そして治療が終了して3ヶ月から6ヶ月後で柔らかいうぶ毛のような毛が生えてきます。そしてしっかりとした毛が生えるのは8ヶ月から12ヶ月後ぐらいです。で伸びるスピードは人によって様々ですが、だいたい1ヶ月で2、3センチ程度と言われています。そして全部まんべんなく生えるのではなく、頭頂部は生えるのが遅いことが多い,人が多いようです。 そして早い人で治療が終わって半年ぐらいでベリーショート程度となります。そして治療が終わって2年経つと9割の人が治療前の状態に戻ると言われています。ただここで女性ホルモンの影響で薄毛のままの場合もあります。次です。次にウィッグの種類についてどんな種類があるのというご質問を受けます。まず大きく分けて医療用とおしゃれ用。 素材による違い、カバーする範囲による違いがあります。まず素材による違いですが、どいずれも上が高価で下が安価となります。まず素材についてですが、人間の髪の毛で作った人毛人、あとは人工毛、それらを混ぜたミックスがあります。人毛では手触りは自然ですし、 普通の毛のようにヘアアイロンやカーラも使うことができます。ただ本当に人の髪の毛で作っているので時間が経つと枝毛ができます。一方人工毛は昔のリカちゃん人形のような不自然なツヤがありましたが今はかなり良いものが多くなりました。触ることがなければ見た目はほとんど変わりません。次に種類です。大きく分けて医療用とファッションウィークがあります。 一般には医療用と名前が付くと高価なことが多いです。メーカーによって医療用は群れが少ない、お肌に優しい、自主規格を取得しているなどと謳っていますが、医療用とファッションウィッグの明確な区別はありません。ただし医療用だとメーカーによってはシャンプーなどのおトイレ方法を教えてもらったり、洗浄サービスがある、前髪をカットしてくれるなど、ウィッグに関連したサービスが付いていることが多いです。 また、店舗で扱っていることも多いので、似合いそうなものをいろいろ試着したり、被り方のアドバイスをもらうこともできます。一方、ファッションウィッグは、医療用に比べて安価でデザインも豊富ですが、ある程度髪の毛がある状態で被ることを想定しています。そのため、中には植えてある毛が少ないものもあります。 ファッションウィックも店舗があるものは医療用と同じく被り方やお手入れ方法を聞くことができます。次にあの、種類についての余談ですが、医療用だと補助金を受けれることがあります。また民間の医療保険にあのウィックの購入費用までカバーされているものがあります。 例えば、当院の近郊でいうと、千葉県の浦安市では治療によるウィッグを購入した場合、3万円の補助があります。あと、お隣の茨城県の森谷市では購入額の半額の助成があります。ただ、自治体によっては医療用に限ると明記しているところがあるので注意が必要です。あとは、カバーする範囲によって、フルウィッグ以外の方法、部分ウィッグ、付け毛、 あとは、頭皮用のファンデーションなどがあります、えーと。今回3種類のウィッグを見ていただきたいんですが、えー、とどれが人毛で、どれが人工毛か見てわかるでしょうかわかんないですよねかんない。これが人毛で、こっちが、この両隣は、えー、と人工毛で作ったものになります。まず、見た目は、パッと見、 わからないと思います。ただ、さっきお話しした通り、手触りはちょっと違うので、触ればわかりますが、見た目はほとんど変わりません。これがウィ,ッグにウィッグですが、生え際はこんなような感じになっています。で、裏を見ると、このようにネットになっていて、黒いネットの中上に,中にこう人工毛が植え付けてあるような構造となっています。 そして、えっ、ー、と、これはファッションウィッグで決して高いものではないんですが、このように手を入れても手の甲が透けて見えることはありません。次に、サイズ調整のためのアジャスターです。これは内側についています。ウィッグの中にこのようなプラスチックの金具がついていて、これで頭のサイズが変わったときに内側にちょっとずつ詰めれるようになっています。 こういうものがあると、しっかり髪の毛が抜けた後も固定ができるので、ウィッグが脱げるという心配はなくなります。ウィッグイオン以外のカバー方法です。それは、頭皮用のファンデーション、パウダー式の増毛量、部分ウィッグ、付け前髪などがあります。頭部用ファンデーションは黒っぽいようなファンデーションで、化粧品メーカーからよく出ていますが、あの気になる分け目のところに直接塗るタイプで、通常のシャンプーで落とすことができます。 パウダー式増毛量は主に昔から男性用として CM されていることが多いですが、これは酸化鉄を含むため MRI の時は使用は禁止となります。部分用ウィッグは最近よくファッションウィッグでも見られていますが、主に頭頂部の薄毛を隠すためのものです。ただウィッグと地毛が混ざるので、意外と髪質や色、ボリューム、カットなどを合わせる必要があります。その他、つけ,がつけ毛として、 帽子からちょっと覗かせる方法もあります。これは100円ショップなどにも今多く見られていて、これも活用すると便利です。それでも一体いくらのウィッグを買えばいいのか悩む場合の考え方の一つです。例えば悪性リンパ腫の場合、まず行うのはアールチョップ療法です。これはかなり髪の毛が抜ける治療で、3週間から4週間間間隔で6回から8回行います。 で、これを3週間おきに8回行うとすると、治療が終わるのは6ヶ月後です。そして一般的に入るまで12ヶ月と考えると、ウィッグを使用するのは6ヶ月プラス12ヶ月なので1年半となります。その間、じゃ美容室に行くとしたらどうするかというと、例えば私はショートヘアなので、私が行っている美容室は1回に4500円です。で、これを4週間おきに行くとすると、 一年半で行く美容室の回数は16回。これで家と4500円かける16回。72000ぐらい美容室に置くお金が浮くので、その分ウィックに当ててもいいかなという考え方になります。ただ、抗がん剤治療の料金もかかってきますので、全員がこのようにとはいきませんが、一つの目安とはなるのではないでしょうか。次に、どこで買えるのかというご質問です。 有名なところではデパートでよく見かけると思います。あとは今インターネットで買う方が多くなりました。あとは美容室で扱うところも増えてきたと思います。次にインターネットで買う時のポイントです。ウィッグは締め付けがかなり強いので、ウィッグが頭の形が合わないと頭痛がしたり、結局痛みが出て使わないことがあります。なので、 えっと、ウィッグを試着した後、返品や交換が可能なところが良いと思います。また、髪の毛がある状態と抜けた状態では、頭の周囲の大きさが1センチほど変わります。なので、抜けた時にサイズ調整ができる、中にアジャスターがあるものが便利です。最後に、これはなかなかインターネットではわかりにくいのですが、植えてある毛の密度が確認できると良いです。特に、 医師からかなり抜ける治療ですよと言われた場合、密度が低いと地肌が見えるので、せっかく買っても使わないことになります。なので、毛の密度がどうかもチェックしましょう。次に、どんなウィッグが似合うのかわからないというご質問です。特に女性の場合、ヘアスタイルはちょ,ちょこちょこ変えることが多いと思います。なので、元のヘアスタイルにこだわる必要もありません。 ですが、多くの方が、まずは今の髪型に近いものがいいと考えます。ただ、それも考えの一つですが、ゆっくりになった時、どうしても地毛とボリュームや色がいつもと違うので、そうなると、やっぱりいつもと違う。自分にはちょっと似合わないというふうに思うことがあります。髪型は前型施設でも髪、あの、気持ちが変わってきます。ちょっと分け目が今日決まらないとか、 ちょっとあ、ちょっとここが跳ねているとかでも気持ちが変わってきます。なので元の形にこだわらなくても今バレないかとかではなく自分がいいと思うかどうかということがまず選ぶ大事な基準となります。そして次に大事なのがそのウィッグをどの場面で使うかということを考えることです。例えばお仕事で使うのか、それとも近所に出かけるときに使うのか、 それともご家族と出かけるときに使うのか、そのときにどんな自分の、どんな服で、どんな髪型がいいのかということも考えていったらいいと思います。例えば普段ロングヘアの方でも仕事のときに縛るのであれば、ウィッグは人工毛を選択するのであれば縛ることは難しくなります。そうなると、あの、縛らなくても良いウィッグを選ぶ方がお仕事のときには合うことになります。 あと、よく皆さんが選びがちで、パンフレットにもよくあるのが、ショートボブ、いわゆるちょっと長めのおかっぱです。これ、いろんなメーカーから出していますが、意外とショートボブが似合う人は少ないと言われています。また、試着するときは化粧してからした方が良いです。なぜかというと、ウィッグは、あの、縫ってあるところを隠すために、かなりボリュームのあるものが多いです。その時に化粧していないと、顔と、 頭のボリュームのバランスが悪く、やっぱり自分には似合わないという気持ちになってしまうので、ウィッグに合わせてしっかりお化粧してから試着するとバランスが取れます。これは以前私が婦人科のがん患者さんを対象にお聞きしたものです。ちょっとその内容についてご紹介します。婦人科がんの治療は眉毛やまつ毛まで抜ける治療が多いのですが、4人に1人はウィッグを購入していませんでした。 また、購入した方も月に数回、もしくはほとんど使用しなかったという方もかなりいました。数年前まで帽子ではダメな冠婚葬祭がいつあるかわからないから、安くても一つある,ある方がいいよと進めてきましたが、今はコロナ禍でそれすらないので、本当にウィッグを使って使うかどうか、買って使うかどうかはちょっと疑問です。 ただ全くないと、ただでさえコロナで外出機会が減っているのに、さらに閉じこもることになるのが心配です。ウィッグがあるといざ出かけよう、出かけたいなと思ったときにいいのではないかと思います。次にウィッグと直接ではないですが、治療中はどんなシャンプーがいいのかと聞かれます。抗がん剤をすると皮膚は乾燥しやすくなり、ターンオーバーも遅れます。 ですが、えっ、ー、と、普段使っているもので、普段問題がないので、シャンプーを変える必要はありません。急に今まで使ったもの使ったことのないものに変える方が、抗がん剤のせいなのか、シャンプーの,の,た,プーのためで荒れているのかわからなくなります。ただ、髪の毛が抜けると泡立ちにくくなるので、えっ、ー、と、洗顔ネットを使ったり、または洗顔フォームでよく泡立てた後に、顔の後頭を洗っても OK です。 で、シャンプーは髪の毛を洗うものではなく毛穴を洗うためのもので次に新しく髪の毛の生えてくるためなので毛穴によく泡がたどく,たどくよう塗るのではなく泡立てる工夫をしましょうそしてなんとなく肌に良さそうな雰囲気のものが市販にたくさんありますただこういうものも流行があったり急にいなくなったりしますちょっと前までノンシリコンシャンプーが流行って私もなんとなく良さそう と思って買った記憶がありますただ中身を見てみると全てが抗がん剤中に合うものではありません例えばベビー用ですベビー用は皮脂の多い赤ちゃん用なので皮脂の少ない大人には合いませんまた乾燥しやすくもなりますで、低刺激、無添加というものは日本にはっきりとした基準はありませんそれも肌に合うのであれば構いませんが肌に皆さんに合うというものではありません 中身もよく考えて使いましょう。そして最後に無添加のものですが、無添加は防腐剤の代わりにアルコール,ものアル,コールが入っているものがありますで。日本人はアルコールに不耐性の方もかなりいますので、中身を見てアルコールが入っている場合は、アルコール不耐性の方は選択しない方がいいです。次に男性の脱毛についてです。 男性の場合は、少年期脱毛と重なることがあるため、女性と比較して、あの脱毛があっても許容されることが社会的には多いとされています。ですが、人と接する仕事の場合、髪がないことで支障となったり、自身が気になることもあると思います。また、男性に、美容に対する世間の受け止めも変わっており、男性も美容意識が高まっているので、男性も脱毛を気にするのは当然だと思います。 ですが、男性の脱毛をカバーする方法というのはなかなか今まだバリエーションも少ないです。まずは、えーと、ウィッグが男性用は女性用と効果で、比較して効果でバリエーションも少ないですで。ウィッグは植えてあるネットを隠すデザインになってしまうので、生え際を隠すものとなります。なので、前髪を立ち上げるようなデザインにはないので、髪型を変えざるを得ないことがあります。 そしてかなり高価なので女性用ウィッグをカットして使うのも一つの手です。今はあと,、えっと、発毛剤を使うことも増えていますがと治療中は抜けても生,えあ生えても抜けてしまうので発毛剤は使用してもなかなか効果が現れにくいですで。発毛剤はかなり高価なものも多いので治療後に医師に相談するのが良いでしょうと年期脱毛に関、ね、よく行う。 自分の髪の毛によく植えるなどの治療がありますが、えっと、自分の髪の毛がまず抜けてしまうので、それはちょっと難しいです。あとは、地下に、あの、地肌に植えるという方法もありますが、それはちょっと感染の原因になってしまうので、それも治療中は避けた方が無難です。そして、ちょっと残念なのが、治療が終わっても、男性の場合、しっかり入るという保証はありません。 ホルモン変化による草年期型積もが始まった場合、治療後も生えないことがあります、えーと。次に男性の眉毛のカバーについてお伝えします。この男性の写真を見てみましょう。まず左の眉なしの顔の場合、口元は笑っていますが、それほど笑顔の印象がないと思います。そして真ん中の写真ですが、口元はそれほど笑っていませんが、眉毛があるだけで笑顔だなというのがわかると思います。 で、眉毛がないとこのようにちょっと表情がわかりにくく、怒っていなくても怒っているように見えられることがあります。そして髪の毛がなくても眉毛があるだけでかなり明るい印象になるのを感じるのではないでしょうか。そして眉毛が描くのはちょっとどうしても抵抗があるという方は、眉毛がなくてもあの太、太い眼鏡をかけるのも手です。これだけで眉毛がなくてもカバーができると思います。 そして男性の眉は女性の眉と違いますので、濃いめのグレーか赤みのない茶色が馴染みやすいと言われています。女性は描き慣れているのでペンシルを使うことが多いですが、男性はパウダータイプが使いやすいと思います。で治療を続けていて、眉が薄くなってきたなと思ったら、薄くなった部分にパウダーで描き足すと楽です。で女性と違いますので、眉毛も作らず、 目と平行に太く描くだけで眉毛があるように見えます。で男性は皮脂が多いので皮脂が多い場合はティッシュで眉毛の部分をちょっと押さえると色が乗りやすくなりますで。まず奥様がいる方の場合、奥様のメイク用品をちょっと使わせていただいて練習してみると良いと思います。そして独身の方は えっと、ドラッグストアで大体1000円ぐらいでパウダータイプは売っていますとね、誰かにお使いを頼まれたように3色のパウダーを頼まれましたと言って店員さんに探してもらうのも楽です。最後に、えっと、簡単なケア帽子の作り方をご紹介します。頭は意外と汗をかくので、髪の毛が抜けてきると汗がどんどん滴り落ちてくることが多いです。そして帽子は毎日交換することがほとんどです。 で、患者さんの声としては、タオルの、家のタオルで作ったけれど、タオルに髪の毛の繊維が絡まって大変でした。だというとか、頭は汗をかくので安く手作りして毎日書いているという声。あとは、えっ、ー、と、日本手ぬぐい、今可愛いデザインが多いので、それで作ったという方もいました。右側は国立がん研究センター中央病院のホームページからの引用です。そちらを見ていただくと、もう少し大きい図が見られると思います。 患者さんたちから好評だったのが子供用の T シャツを使う方法です。まず用意するのは可愛い,い子供用の T シャツです。例えばこんなものを準備しています。で、こんなものもあります。で、今かなり安く子供服が売ってるところがあるので、例えばこっちの T シャツですと、これは、えー、こっちは579円でした。 で、こっちもとっても裾が可愛いデザインなんですが、こっちは、よいしょ。えっ、ー、と、こっちは379円で買うことができました。で、子供用の T シャツは何よりもデザインが豊富。そして、えっ、ー、と、かなり、子供用なので汗をよく素材、吸う素材でできています。で、この裾の部分、ここの下の部分が帽子の こ,この縁になります。で、作り方は、まず T シャツを用意して、ここの脇の下のところで、このように、まあ、今カットしないですけど、こんな風にカットします。で、カットして、裏返して、こういううにカットしたところ、ここを、この部分、このまっすぐの部分を、 直線的に縫います。で、図でお示しした通り、ここまっすぐではなく丸くカットしてもいいです。で、ここただ、えー、と手縫いでもいいですし、ミシンでもいいですし、そこまっすぐ縫って、ひっくり返すと、例えばこれですと、このまま帽子になります。 で、帽子はかなりたくさん必要となりますので、こういうふうに全部買うのではなく、こう安く済ませるという方法もあります。そして、えっと、この方法をご紹介した方の中には、お子さんのこうお下がりを使ったりだとか、あの、お子さんの T シャツとお揃いにしたという方もいらっしゃいました。で、さらに不器用でちょっと縫い物はしないという方は、長袖 T シャツを買っていただいて、袖口を 一箇所上の方で結ぶというだけで、それだけでも帽子の代わりになります。これが簡単な方法です。よ最後になります、えっと。平成30年に運転免許証の撮影時、治療で脱毛した場合の帽子やスカーフは着用したままで良くなりました。そしてそもそもウィッグの場合、申し出る必要もなく、運転免許証を取ることができます。 このようにえっ、ー、とがん治療をしながら普通に生活できるような環境が整ってきています、えー、とがん治療は脱毛だけではなくさまざまな症状に悩まされることがあります悩みを解決すると一歩また普通の生活に近づけるので遠慮なくいつでも私たち医療者にご相談してくださいで迷ったり悩んだときは一緒に考えていければと思います以上で終わります